友達なんかはアクリル使うのうまいですね。どうやってあんな風に描くんだろうなと思いますけれども、難しい、アクリルは難しいです。なんかこう僕の描く方法っていうのはもう本当に何通りかしかなくてですね、すごい単純なんです。簡単な作業の連続というか、そんなに難しい技術は持ってないし、実際そんなに難しい技術なんてないんじゃないかと思うんですけれども、基本的にはベネチア派って言われる人たち、ティントレとかティツァーノとか、色を使い始めた人たち、印象派の元になったような人たちの技術技法っていうものをやってるんですけれども、その人たちがやっている技術、描き方とさほど変わりはないし、大体が世界の、どの国においてどの技術画法においても通じるような描き方ベースでやっています。土台の色彩、土台の、アースから、シエナとかアンバーとかですね、デルベルトとかオーカーですね、それに、白黒プラス何か色っていう感じなんですね。で、こういう基本的な色彩の使い方は本当にどの画家にも見られることで、それぞれ使い方が違うから本当面白いんですけれども、やっぱりティントレット、ルーベンス、ティツィアノの時代からですね、黒、灰色の使い方ですね、灰色の使い方が上手い人が上手いですね。ルベンスなんかそうですね、もうなんか灰色に頼りすぎてる感ありますけれども、灰色が色彩を輝かせてくれるんですね。どんだけ汚い、色が混ざりすぎて汚い色だなと思ってもですね、そこにシンプルな白と黒だけ混ぜた灰色、グレーをですね置くと、色の部分が出てくるんですね。で、その灰色の使い方が上手な人ほど、まあ、絵が上手いというようなところがあるんだと思いますね。まあ、すごい簡単なことです。で、まずその灰色の作り方、白と黒っていう灰色の作り方、色に白っていう、色と白っていう灰色の作り方、色と黒っていう灰色の作り方、いろいろありますね。鮮やかな色に白を重ねたら灰色になりますし、明るめの色彩に黒を重ねたらそれもまた灰色になりますし、いろんなやり方があります。で、それと鮮やかな、色彩、シェナならシェナ、クリムソンカドミウムレッドとかですね、バーミリオンとかですね、鮮やかな色彩、今言った灰色と鮮やかな色彩、そして一番の、真っ黒と一番の真っ白と、これだけですね。これだけで、これだけの組み合わせを、まあ、しっくりくる真実を
正しいものを求めながらですね、正しいタッチを求めながらこれを使って何回も書くだけのことなんですね。だから技術っていう技術は特にないです。小手先の技術って言ったらたくさんあるんだと思うんですけど、僕はそれをできるだけしないように描く、見たいからですね、見たいから。あまり小手先で描きすぎると見えなくなってくる。自分の好きな、好きな臓器を作るだけの小手先はですね、概念を作るだけですからね、見ることはできなくなってくる。なんか本当下手な方がいいですね。仕組みだけ知ってれば、ゼロから始まって、終わりまでやり方を知ってればですね、その間の組み合わせは自由ですからね、好き放題やればいいんですが、要するに うまいと小手先になるんですね。うまいっていうのはその小手先のうまさですけれども、なんて下手な方がいい、なんて言ったらいいのかな、うまいと恥ずかしいんですよね。うまいと恥ずかしい、っていうのは非常にシンプルな、こういう絵の具を筆につけてですね、画面につけるだけなんですね。で、それがうまいっていうのはですね、子供みたいなもんなんですね、僕から見たら。なんか子供がそうやって、喜んでるというか。でもその上手い人たちから見たらですね、僕の方が子供に見えるんじゃないかなと思うんですね。ドラ遊びみたいというか、なんかこうなすりつけて喜んでる。本当にその、分厚い壁が、理解できない壁が隔たってるところがあるんですけれども、壁で隔たってるところがあるんですけれども、なんかこう、絵を描くのがうまいっていうのは非常に恥ずかしいんですね、不思議と。で、それを堂々とやってる、なんというんですかね、まあ、いいや。やっぱり絵との関係なんですよね。自分が絵とどういう関係を持っているか、その人にとって絵はそういうものなんですね。だからそういう表現ができる、社会に対してそういう自分の表現ができるということなんですね。だからその人が絵とどういう関係を持っているかっていうことが、まあ、絵を見たら分かりますよね。絵をどういうふうに、絵をどういうものとして捉えているかっていうことが見て取れる。で、またどういう深い関係を持っているか、どういう浅い関係を持っているか、どういうつながりがその人とあるかっていうことが、分かると思うんですけれど。でも僕もやっぱり途中でうまく描こうとするとこありますからね。うまく描こうと思ってある程度うまい見せ方をする時もあると思いますが、調子乗ってる時はね、調子乗りですからね。調子乗ったら本当にどこまでも調子乗ってしまう。だから恥ずかしいんですよね。うまく描くってことはすごく恥ずかしい。やっぱり身体性がないからかもしれないですね。その人の考え、頭の中のものを見せるような感じでですね、それは恥ずかしいですね。身体性っていうのはやっぱり画面と自分っていうのが真正面から突き当たっていくところに見せるものが、ある表現ですから、
何ら恥ずかしいものはないんですけれども、だから見るってことですよね、自分と絵の具、それと、絵の具と画面ですねと自分の行為によって正確な正しいものを見るっていうことですね、でまあそれが大人の行為というか普通の行為なんじゃないかなと思うんですけれども、いかんせんやっぱり絵画っていう世界だけにこだわっていくと趣味の世界、概念の世界になっていきますから、お絵描きですよね。僕はあのお絵描きっていうのはあんまり、得意でないというか、好きではない、もともと好きではない、やはり芸術っていうものをやりたいということがあります。やっぱり趣味の世界、狭い何かこう概念の世界になってくるとですね、もう性癖、性交の世界なんですね。あの性ですね、あの性的なものですね。アニメであったりとかですね、あのオタクですよね、オタクの世界になってくるんですね。でそうするとあの世界、ちっちゃい世界に閉じこもるんですね、人が。でそういうベクトルと絵画は全く逆なんですね。だから正しさを見出せるわけなんですが、僕も日常においてはやはりその性交、食欲、睡眠欲とかそういう三大欲求も踏まえてですね、あらゆる好きなもの、依存してしまうものですね、そういうものに身を浸しておきたいとか、そういうものですね、そこにそれが血液に流れてないとですね生きてられないみたいな、あの人なんですね。でけれどもですね、それは他の人と一緒で僕もそうなんですね。けれどもそれとは違うベクトルを持っているこの絵画っていうもの、それを理解してほしいっていうのもあるんですね。絵画において正しいタッチは何か、それら自分の性的なものを否定するものですね、そういうものが正しいタッチになるんですね。だからあのそういうものを破壊する、自分の性交性癖を破壊するものなんですね。でそこに正しいものを打ち立てていく、だからですね、そういうタッチが正しいんですね。だから物に即したタッチだとか、正しい何かタッチがあるわけではなくて、絵画においてはですね、もう絵画を描くだけで、構えるだけで、意思するだけでですね、いいんですね。あの正しさがそこに現れてくるんですね。だから日常が、それまで正しくなかった行為、正しくないなと思っていたもの、個人的だなと思っていたもの、趣味的だなと思っていた小さな世界がですね、あのそこで初めて一つ役に立つんですね。それが反面教師というかですね、それがあのいい意味で生きてくる、あの全然自分が想像しなかった生き方ですけれども、あの本当に意味のあるものになっていくんですね。絵画のベクトルっていうのは本当に日常と違う、あの趣味みたいな絵はですね、僕はあんまり好きではない、あの絵を見る趣味はないんですね。あのプラモデルの趣味がないのと一緒でですね、カメラの趣味がないとかと一緒でですね、僕は絵がそんなに好きではない。あの絵が好きな人はいますよね。僕も絵は好きですけれども、そのお絵描きが元来好きではないんですね。本当に趣味の世界、あの、いい大人がですね絵なんか描くなと思うわけなんです。それぐらいな感じです、僕にとって絵はですね。だから絵は好きかと言われると好きではないですね。
好きなことやっていいねとよく言われますけれども、本当の意味ではそうです。本当の意味で好きなことやってます。けれどもその趣味が仕事にできていいねっていう意味では、違うんですね。全然絵は好きじゃないですね、むしろ苦痛ですね、そういう心地よい、趣味的な世界からそれが壊されてですね、非常に、その低級な魂、非常に低級な日常の自分の魂はとても耐えられない世界に持っていかれるわけですね、絵を描き終わって、やはり一日、寝て起きるとですね、魂はまた堕落しています。そのことを忘れている。でも絵を描くとまたそこに戻るんですね。その繰り返しです。でもそれが徐々に、高まっていってくれることを、その世界だけになっていってくれることを願ってはいますが、やはりいろんな、趣味、いろんな好きなものっていうのはあるんですね。でその好きなものの話をしてもしょうがないんですね、絵画っていうのはその次元ではないんですね、だからですね、絵が描けなくなること、僕はあんまり経験がないですね。いわばもういつも描けないですね。どうやって描いてたかわかんない、普段落ちた僕の魂はですね、絵が描けないんですね。でもその描けないってことがわかると一瞬で描けるんですね。もう一呼吸する間もなく描けるようになる。でそれは、そういうことだからですね、描けなくなったことっていうのはあんまりないですね。あんまりっていうかもう全然ないですね。で、毎回描けないからですね、そういう感じなんですね。こう絵を描きたいと思って始めた人はですね、描けなくなることってあると思うんですね。やっぱりやりたいことですからね、自分がやりたいことっていうのは芸術においては否定されるんですね。それが正しい道なんです。描けなくなること、とってもいいことなんですね。そういう人にとってはとってもいいこと、それでこそ本当に描けるようになるわけですから、自分のやりたかった感覚、知ってた感覚がなくなる、いいことなんですね。それが本当に絵を描く始まりだと僕は思っています。ぜひ同じことを続けてやってほしいんですけれども、よく単純な行為、描くことは結構複雑なことですけど、もっと単純な行為、例えば朝起きて、何キロか離れたところに花を摘みに行くということを何十年も20年も30年もやるとですね、花を摘んだ瞬間にその日の願い事が叶うらしいですね。それぐらいのことなんですね。毎日一本そこに行って花を摘むことでですね、何かしら消化する、その人の願いが募り募ったものがですね、そこで消化する、花開くというか願いが叶うんですね。絵もそんなようなもんでですね、一筆入れればもうそこから祈りが始まるんですね。そうするともう魂が高いところに登っていってですね、神と対話するようになるんですね。絶対者との関係を持つようになる、そういうもんです。だから絵を描けなくなる、その方法論、絵を描くということはその花を摘むと一緒で方法論の一つですね。目的はそういう、自分を失ったりとかですね、自分の願いを、自分の執着を手放したりとか、それによって願いが叶ったりとかですね、言葉を得たりとか、そういうことですね。そういうことが目的だけれども、方法っていうのは、時々、
方法っていうのはですね、そういうふうに、自分から離れるための手段ですから、絵が例えば描けなくなるということはですね、その方法がですね成就し始めてるんですね。だからですね、そのままちょっとやってほしいんですね。そうすると この方法と目的っていうのがよく分かってくると思うんですね。成就し始めてるっていうのは、方法がですね自分を失うきっかけになってるからなんですね。自分を失う方法を持つってことはですね、非常に、最初情熱がないとダメなんですね。何々したいっていうそのことがですね、その自分のしたいことをはるかに超えてですね、一つ本質があるわけなんですね。でその本質に向かってしたい、それをやりたいって思ってるんですけど、本当はですね、けれども感覚的にはですねもっと低レベルなんですね。こういう絵が描きたいとか、絵に何かこう理想があるとか、そういうことなんですね。 でもそれが忘却されて、もっと大切なものが見えてくる時期っていうのがあるんですね。そういう時はチャンスなんですけれども、物理的にはもうその手段に目的がなくなってしまっているから、その手段をやめちゃうんですね。絵を描く必要がなくなっちゃう。そうするともう絵を手段にしなくなって、また他の方法を見つけるんですけれども、その方法でもやはり、その方法の重要性、必要性がなくなってくる。そうするとその方法も、また違うものに変えたくなるというようなことだと思うんですね。難しいです。本当に難しいけれども、僕の場合は絵を描きたいと思ってずっと描いたわけじゃなくて、逆なんですね。本質の方につい非常に興味があって、絵は手段だったんですね。それが割とはっきりしてる方だった、アンゼルム・キーファーがですね、描くときは何を描くかを勉強してから描くべきなんだと言ってましたが、それは難しい、さすがに難しいと思います。キーファーの場合は法律を勉強してから描き始めたんだったかな、なんかそういうことだったと思うんですけれども、それはさすがに難しいとは思うんですが、絵はあくまでも手段なんです。で目的が何かしら、自分魂を持っているものがある。でそれを探し出すということなんですね。絵を描きたいっていうものは、そのやはり絵の世界っていうものをいろいろ誘惑されたり、動員されたりします。でこれがいいよ、あれがいいよということによって、その狭い世界、グループに入っていく、コミュニティに入っていくことになる、ということなんですよね。でその世界で、本質を見失って、そういうことなんですね。時々大きく、形を、小さな形を犠牲にして大きな形を見ることで、大きな動きがその中に見えてくるんですね。大きな動き、そのムーブマンっていうんですかね、大きな動きは大きく描かないと出てこないですよね。よく骨格の造形とかですごい細かく認識してる、デザインとかありますけれど、あまり細かく認識しすぎるとですね、それこそギーキーにオタク的になっていくんですよね。大きく欠落した何かが一つの現実の動きを生み出すんです。でそれが、それが現実の法則に見えてくるんですね。例えばロダンだったら、大きく欠落したものが
螺旋状の動きになっていく、右回転左回転というようにですね、下から上に上から下にというように造形されるんですね。で、それを一つの本質に向かってですね、捉え尽くそうとするロダンの意気込みですよね。でそういうものが造形になっていくわけなんですね。でそういう世界は本当に本質的に連綿と昔から続いているわけです。でそれとは逆にですね、そういう細かい、デザイン、データ的な認識的なデザインですね、そういうものが、小さい世界を作り上げる、キーキーな世界を作り上げるっていうようなことだと思います。でですね、その方がみんな分かりやすい、そういうギーキーな方がですね、みんな分かりやすいんですね。そうすることでそれの世界は広がっていって、あたかもそれが当たり前のようになっていくわけなんですけれども、非常に小さな世界なんですね。そういうものは何十年かで、ムーブメントが変わって、違うものが流行り出しますよね。これも何回も大きな形を入れてですね、自分を否定して、顔の傾きを探ってるんですね。自分の顔の傾きなんかほとんど固定できないですからね。描くたびに変わっていきますから、絵の方を動かすというんではないですけれども、絵の方に合わせる、ということもよくあります。何かしらのバランスを考えて、バランスを感じながら、描いているんですけれども、顔の角度を変えるなんて本当一瞬なんですね。その一瞬のことを、小さいことをやってるとですね、ためらうんですね。僕も一緒なんですけど、やっぱり、細かいところを成功し始めるとですね、大きな動きを動かすのためらいます。その大きな動きを捉える、最初に言ったようなその混沌の中からですね、見るんですね。そうすることで名前をつけることができる、ある忘れてた人の名前をですね、そこにつけることで、全体の傾きが出てくるんですね。全体の動きが出てくる。もう一度壊してますね。もう一度壊して、もっと何か、でも見過ごしてる部分も確かにあるんですね。もうそれで良かったっていうところはいっぱいあると思うんです。それはやはりそのこのアクリルっていうものに向き合う経験値の少なさっていうのもある。で、遥か向こうをもっと見たいっていう自分の意気込みもある。この素材に慣れてくるとですね、やはり途中でも見えてくるものが多いわけですから、そうすると途中で、これでいいやと思えるようになることもあると思います。頭の傾き一つの造形を探ってるんですね。アクリル絵の具っていうのが一体どれぐらいのこう絵の具を保ち得るのかっていうのもよくわからないですし、その まだわかんないんですよね。細かい部分分けして目鼻立ちとか、顎とかですね、その口とか、そういうものをもう、とにかく大きく見て、なかったも同然のように見ていくんですね。でそうすることで頭部の全体の大きさの傾きがですね、出てくる。
何らかの写実性が出てくる、動きの中にですね出てくるんだと思うんですけど、究極はですねやっぱ何も描かない時が一番見えるかもしれませんね。じゃあまあ何も描かない方がいいんじゃないかと思うんですけど、僕ら描いて失っていくようなもんで、描くことによって細かいことになりますから、どうしてもどんだけ大きなものでも細かいことになりますから、失っていくんですよね。だから描かないのが一番いいんでしょうけれども、描かないと何もないですね。でも本当は何もないのが一番いいんだと思います。よく積極的な、感受性には2通りあってですね、自然の感受性と、自然の感受性、つまりその受け身の感受性、ですね、それと能動的な感受性というのが2つあると言います。で、受け身の感受性というのはその感覚的なものですね。その時の気分とか天気とか、光の具合だとか見え方が全然違うというようなこと、そういう感受性の豊かさ、豊かすぎて困る人もいますけれども、そういう感受性の豊かさですね。それともう一つは、感性のその能動的な感受性、積極的な能動的な感性ですね。でそれは行為することによって、結局全てを失うことなんですね。行為することによって結局全て白紙に戻される、その、何も描かなかった前と一緒じゃないかというようなことなんですよ。でそれが一番全体のリアリティを大きくつかめる状態なんですけれども、何も本当にしなかったですね、何も起こらない状態と変わらないし、自分では納得いかないわけですから、何かしら自分はその試みないといけないんですね。でそして全てを結局失っていくっていう、そのもうやる気が出ないようなことなんですけれども、そういうことがあるんですよね。やっぱり積極的な、能動的な感性を得るためには、描いていって失っていくんですね。でそうすることで、全体をつかむことができる、そこに全てを見ることができるんですね。いろんな作家を知ってると、もう描いてる途中にいろんな作家に出会ってしまうから、いろんなところでもう追われるんですよね。これも良し悪しだと思うんですけど、そういういろんなところで、作家に出会ってしまうので、もうこれでいいんじゃないかなっていう感じで、終わる時は多いんですよね。それもいいとは思うんですが、やっぱりそれよりも一つ上の自分を失った後に出てくる、作家とつながることがもう一段上にある、全くその人になるような感じですよね。そういうのがありますね。でさらにもう一段上いいのが、そういうのもなくて、どこともつながらない、まま、終わるっていうのが、最高峰に、これ全部いいことなんですけれども、まあ、段階はこうやって分かれるとは思います。まあこれが多分土俵の上に上がってる感じですよね。でうん、形だけで言ってしまうと、こういう、途中段階を飛ばして、
まあいや、そうじゃないね。誰にも会わないように、こもって、自分を通して描くことっていうのは、こういう人と出会うこと、描いてて人と出会うことを踏まえてるんだと思いますね。で、それを踏まえないで自分の絵だけっていうのは結構概念的なところが多くて、なんか自分の、こうだと思い込んでるところで、作品を描いてしまうといったようなこと、こんな絵が、自分の理想だというか、自分が、自然と向き合って、どんどんその例えばですね、写実的な風潮に向かって進んでいく、いける自分、自分一人でですね向かっていけるっていう人もいるとは思うんですが、これは趣味的傾向に陥りやすいということが言えると思います。自分の中に閉じこもると言ってもですね、これは悪い方面のそういうことなんだろうなという感じはしますね。方法としてですね、誰にも、会っても素通りするというこの方法はあります。人に、描いてる時に会っても素通りしてずっと歩いていくっていうこと、これは技術だと思いますが、誰にも最初から会わないつもりで、全無視して歩いていくようなタイプっていうのは素人にしか見えないというか、まだなんか入り口にいないような、僕らが、普通に、なんて言いますかね、その土俵の上にいないような感じがするんですよね。だから封印して、全てのことを封印して、全てのことを見るっていうのはいいとは思うんです。よくある方法だと思いますし、これはまあ会うことが前提になってますからね。会わない、誰とも会わない、完全に個として封鎖するような、徹底さっていうのはただの頑固なんですよね。それとこれとは違うという感じがします。やっぱりこう怖い、絵が怖いとか怯えてる感じがするんですよね。例えば最初に会った、最初描き始めた感動、感動して描き始める、でその感動をずっと、それに固執してですね、固執して、ずっとそれを保ち続ける。でも自分の中ではその感動はもう見えていないというような感じなんですよね。その感動を痩せ我慢でずっと持ってるような感じっていうことは、まあ絵の中でみんなよくやるようなことだと思うんですけど、要するに変化が耐えられない、絵の中での変化、そしてまた自分の心の中での変化が、耐えられない、光の変化が耐えられないというようなことなんだと思います。でも真実、真理というのは動いて生きていますから、絶えず動くんですね。でそれ動いているにもかかわらず自分は動かずにいたいというようなことなんですね。まあ、それもみんな人間の差がというか、そういうもんですよね。最初にあった感動が、僕も、感動によって描き始めますけど、最初にあった感動を探して、やっぱり一筆入れるとそれが消えてなくなる。どうやったか、その感動がなくなってしまう。でも僕は、2回目感動がまた2回目違う顔で来ることを僕は知ってます。だからですね、その感動が来ることを楽しみにして
描いていくわけなんですね。1回目あった感動、確かに1回目あった感動なんですが、感動さんなんですが、2回目会う時は僕の知らない顔しているんですね。でそれを1回目あった感動だと気づくことができるかどうかっていうことなんですね。で2回目はさらに僕の近いところにいるんですね。僕よりも僕に近いところに感動がいる、僕が僕に、僕の近くに僕がいるよりもさらに近いところにその感動さんがいるんですね。それを、見るのが楽しみなんですね。だからですね、2回目の感動っていうのをいつもこう待ち望んでるわけなんです。その2回目の感動が来るとですね、絵は完成するんですね。今までの、苦しみとか、できなかったことの苦しみとかですね、いろいろこう、自分の、否定されたこと、自分が間違ったこと、自分がそれを描けなかったこと、感動を失ったことがですね、ふっと それで消えてですね、会った途端に消えてですね、絵が完成するんですね。でそういうことが楽しみで、ずっと絵を描き進めていくんですが、その途中で、いろんな、さっき言ったような作家巨匠に出会うんですね。あ、これはディーベンコーンだ、これはフランシス・ベーコンだ、これはエリック・カーカムだ、これはウィリアム・シッカートだ、っていう感じでですね、いろんな作家に途中出会う。でもそれを素通りして歩いていくっていうことは最高の技術、経験者というか、つまり前回も言ったその慰めっていうものをいちいち受け取らない、そして真理に向かって直進していくような、賢治の姿勢、そういうことなんですね。ダンテが地獄で亡者に対して、無視して通り過ぎるんですね。相手せずに通り過ぎる、そういうことができればいいんですが、その途中会う人たちが亡者とは言いませんけれども、でも同じようなリアリティが、精神のリアリティがそのダンテの新曲にも書かれていると思います。面白いですよね、そういう全てがつながってくる感覚っていうのは。そのやっぱり、何を犠牲にしてでも歩いていくというか、そういう感じっていうのはなかなか勇気がいることで、本当に、詩人の友一緒にそのベルギリウスの魂がどうこうしてくれないと進めないような、そんなことなんだろうなと思って面白いなと思いますけれどね。1回目の感動っていうのはだから、一度葬られないといけないですね。一度失わないといけない、亡くなってしまわないといけない。でそれはすごい簡単で誰でもできることなんですよね。絵を描き始めさえすればいいということなんですけれども、1回目感動して描きたいなと思った、気持ちとは裏腹に矛盾して、1回目の筆でそれを失う、そういうことだと思うんです。ということはその1回目の、感動をですね、自分の筆、要するに、剣でですね殺してしまうんですね。よく筆は剣でパレットは盾だと例えられますけれども、自分でその感動を、殺してしまうんですね。それでもって、2回目の感動を、待つということなんですね。その間にいろんな人に出会う、よく
数値に似てるとかって言われることはありますね。で、あとまあルシアンフリュード、ルシアンフリュードに似てる、これが一番多いかもしれないですね。ルシアンフリュードに似てる。で、あとまあシーレとかって言われます。エゴンシーレ。なんかこうなんかなんていうのか、そのフリュードもシーレもですね、僕は意識したことは全くないですね。で、あのどちらかというとスーチンの方が好きなんですけれども、そこまでやっぱり意識してないんですね。もし出会ったとしても、でも本当に出会ったら助かるかもしれないですね。スーチンなんていうのは非常に助けられます。確かにスーチンにすごい助けられるところがある。でもフリュードは全くないですね。フリュードに助けられたことは全く今までない。でもこんなこと言ってたらきっと助けられるんだと思うんですよね。こうやって否定するとですね、全くこれ面白いことにフリュードが助けに、来るでしょうね。いやー、なんかこうフリュードに助けてもらったことはないんですけれども、スーチンはあります。スーチンはやっぱり非常に自分の作品が不安定になって、何も言葉を添えられないような時に、やはり来ることはありますよね。で、そういった時はやっぱりスーチンいいななんて思うんですけれども、シーレは全くないんですよね。シーレもフリュードも全くない。昔確かに学生の頃に死と乙女っていう映画好きだったことありますね。あの絵一度見てみたいなと。で、シーレの絵ってなかなか日本に来ないですよね。で、あんまり見たことがないんですよね。死と乙女のあの画面、すごい、いい画面だなと思うんですけれども、まだ一度も、シーレの経験はないですね。フリュードもないです。本当作家、画家とかはもういろんな人を知ってた方が僕はいいと思います。全く画家のことを知らない画家っていうのはちょっと信用できないっていうところもありますし、本当に他を知らずに、自分だけの絵を描いていくっていうことはよくわかるんですけれども、それはちょっと意味合いが違うというか、この前に言ったような意味合いで違うというようなことはあると思うんです。で、例えば全く情報が入ってこないとか、全くその絵を描くこと自体を他人に知らない人がいるんでしょうかね。わざと拒むっていうパターンの場合はやっぱりその人はちょっと趣味的なオタク的な傾向にあるのかなと思いますし、例えば逆にそのいろんな作家を好きで知ってるっていうのもオタク的な傾向にありますよね。この人が好きであの人が好きでとかっていう話をするとですね、他の分野の人は知らないですもんね。だから私にはそれの話は分かんないわっていうことで、例えばこういう本質的な内面的な話をすると、どこにでも通じる世界ですから、聞いてもらえるけれどもですね、絵をやってる人においてはですね、やっぱりいろんな人をいろんな画家を好き嫌い別にしてやっぱり知ってた方がいいと思うんですよね。誰々に似てるとかって言われることは嬉しいことなんですよね。僕はいつもすごいそういうコメントとか言葉をかけられると、嬉しいなと思うんですけど、何でもない話
なんですけれども、うんと思う。いや別にいいんです、フリュード見たことないですしね、そんな、うーんと思いますね。こういうこともなんか思い出しますけれども、ちっちゃい時に青空を描く時にですね、灰色で青空を、大きな筆で塗ったらですね、すごい気持ちいい青空に見えたんですよね。でまあ大人から見ればですね、あの灰色で空を塗ってるから曇りなんですね。ちょっとこの子は大丈夫かなみたいな感じで思われたことはありましたけれども、僕にはすごく気持ちのいい青空に青で塗るよりも見えたんですけども、まあそういう経験もありましたし、何かこうちょっと青を空に塗るとなんか違う、なんか気持ち悪かったんですよね。で灰色を塗ったら綺麗なブルーに見える。でまあ昔は青っていう色は高価なもので、まあ、白と黒混ぜて青っぽい色作って、グレー青っぽいですからね。で上から暖色塗ったらもう青にしか見えなくなったりとかします。でそんな風にあの青を作ってたし、風景画の空の青なんか見ると本当みんなあの昔の絵ですけどね、曇りの空はまあ当然灰色なんですけど、青空でも相当な量の、灰色を使って、描いてますよね。で青って言ってもベタ塗りの青っていうのもまあ ないことはないけれども、やはりその青を薄く塗った上から白と黒で抑えてる感じがありますけどね、まあ、どうかわかんない、どうでもいいことです。あの技術的なことなんて本当大した差はないと思うんですよね。その何通りかしかないというか、描いていく上でですね、この画面上でできることなんて、まあ何通りか大きく分けて仕組みを考えることはできますけど、それを細かくしていくことは全く意味ないんですよね。そこ細かくしていけばいくほどやはりあの狭くなっていきますから、あのこういう描き方しかダメだみたいになっちゃうけれども、そんな画面上で絵の具を置くだけの話なんで、そんなに大した差はどこにもないと思うんですけれども、だからですね、画面上で描くのが非常にテクニックがあってうまいということは、僕には非常に恥ずかしく思えるんですよね。すごく狭くなってるというか、なんかそんなに差が生まれないところで頑張って差を作って、やってるというような感じに見えるんですけれども、そうじゃなくてやっぱり人間のそのなんていうか内面を踏まえて見ていくこと、絵の具がものになっていくことの方が技術なんですよね。だから小手先で描いてその映像に見せることっていうのは非常に王道から外れている、迷ってしまう道なんだと僕は思っていますけれど、またそういうとこに僕は興味ないんですよね。だからまあ助かってるというか、まあ時々囚われます。さすがにやっぱり細かいところをうまくいってしまうと囚われて、そこに釣られて他も見ていってしまいますけど、まあすぐ息切れします僕の場合は。まあ飽き性ですね、本当に飽き性で、まあそういう飽き性も踏まえてですね、やっぱり画面を見ていくというか、自分のやった行為が、2度目の感動を、生み出すように、その否定も全部見ていくんですね。そうすると自分の身体性として2度目の感動が現れるということなんですけれども、それはもう自分の、知っている自分の全ての行為を含んだものですね、その感動は。だから身体性を持っているということで、自分が否定されて、
全否定されて、それがそのまま、救い取られるというようなことなんですね。それがマチエルとして見られるときに、マチエルっていうものが輝き出す。で、それに、好きなものを見るということなんですね。空を灰色で描くということを、で思い出したんですけど、この前モノクロームの展覧会に誘われたんですね。でそのモノクロームっていうのは一体どういうものがモノクロームなのかなと思って考えたんですけど、自分の描いてるものは、ハイライト一番暗いところ、中間色っていうような感じで、3つに分けて描いてるだけなんですけど、色彩で描くっていうようなイメージはなくて、どっちかって言ったら光で捉えてるからモノトーンに近くなるのかなと思うんですけれども、グリザイユ、カマイユとかいう方法が、分かりやすい方法がありますけれど、それ以外もモノトーンっていうものを、意識すると、何でもモノトーンですよね。で、モノトーンで描くっていうことは僕も非常に大事だと思うんですけれども、モノトーンを承諾する、自分の中で受け入れるっていうのは結構絵に力を与えてくれることなんだと思います。変に色に惑わされないっていうことなんですね。でよく写実系の人がよくやる写真みたいにグラフィックで白黒で描いていくような、シルバープリントみたいな感じですね、写真、白黒写真みたいな感じで描いていくようなモノトーンありますけど、あれモノトーンのイラストレーションっていうことになるんでしょうね。でモノトーンっていうのはやっぱり意識の中にあって意識されて初めてそのモノトーンっていうものの、中身が見えてくる。心象のモノトーンっていうのはもう本当にただ一色で、学生の頃よく言われたんですけれども、先生に、野田先生にですね、モノトーンで油絵っていうのはモノトーンで描ける、黒一色で描ける、黒一色で描くっていうのは何も混ぜないこと、白も混ぜない、要するにトーンを作らないってことですね。階調を作らずに黒一色で、何の強弱もつけずに描けるものなんだということを聞きましたけれども、実際その当時は全く意味が分からなかったですけれども、そういうことなんですね。そのモノトーンで描けるんですね。黒なら黒、茶色なら茶色、一色で描くということが、究極にモノトーンなんですね。方法としても完璧にモノトーンだし、意識としてもモノトーンですね。で、それを少しでも広げる、例えば白を混ぜて階調を作るってことは、そこからどんどん広がって、多様化していくわけです。でさらにちょっと色を加えてトーンを作っていくと、さらにもっと分解されていくっていうような感じで、どんどん細かくなっていくんですね。だから元にあるその最初のモノトーンっていうものを、意識するっていうことが本当のモノトーンだと思うんですけれども、黒一色で描くということは、その黒の中に全てを見てるわけですね。で空、先ほどの話に戻ると、灰色で空を塗るということは、そこで青空を見てるわけなんですね。これモノトーンなんですね。やっぱりその色彩、とか目の前の色にとらわれずですね、自分の描いたものの中に、写実性を持ってリアリティを持って見るということが、モノトーンの本質なんですね。そういうことを考えさせられました。そのモノトーンの、展覧会というものを、誘われましたけれども、向こうがどういうふうにそれを捉えているのか、ただのちょっとこうファッションのような感じもちょっとありますけれども、でもわからないですね。興味はあって、いい機会になりましたね。そういう考えさせてくれる機会になってよかったと思っています。